選手ってどういう人か、ちょっと人間さんとこんなできた人いないです。123で子供2人育てて、僕年上だけど、本当に尊敬するとこしかない。家族を大切にする人だな。結構珍しいじゃないですか、今。家族の愛が強い方だなと思います。まあ、信じてる人にはこう一番助けてくれるような頼れる存在です。なんか僕の人生って本当に子供の奥さんが妊娠で変わって、妊娠が分かったのはアメリカなんですよ。その時はまあ充実でアメリカで住もうって思ってたんですけど、まあ、妊娠した時に、まあ、俺もそのアメリカでは本当に毎日食えるか食えないかっていう感じの状態だったから、まあ、東京行けばもう充実で稼げるかもしれないっていう状況だったんですよね。まあ、僕はこう充実やりたいけど、子供とかその奥さんの健康のために俺はもう全部諦めて、その子供と奥さんのためにもう普通に工場で働いてもいいよって言ったんですよね。苦しんでもいいから東京行こうって言われて、そこで、まあ、もちろん来てめちゃくちゃまあ、苦しい思いばっかして、まあ、奥さんがいたから僕がここまで来れたんですよね。不安はあったけど、最初からイゴルのこと信じてたし、まあ大丈夫でした。イゴル選手にとって家族って何なんですかね。僕の本当にもう酸素っていうか、ないと僕は生きてる意味ないっていうか、本当に僕からしたら全てですね、本当に。やっぱでも買ってるとこは見せたいですね、子供には。特にやっぱお父さんがやられてるのやっぱかわいそうですね。いやもうなるべくノーダメージでいきたいですね。ノーダメージで買ってもう、ね、みんなで喜びたいですね。